はい、どうも、ハピネスダークのハピネスでございます。あ、チャット欄が開いちゃった。パパ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 パ。というわけで、今回の動画ではですね、こちらマスタリーランクアップ、もうレジェンダリーラックということでね、こちら行けるようになりましたので、デイリー地位上限プラス500で地位上限とかもらえるんだね。あ、レジェンダリーコアも出ないのこれ。へえ、これね、ちょっと開くのも初めてなんですよ。まあ、マスタリーランク30の1個上ということで、初めてね、挑戦していきます。で、いつも通りこれまでずっとマスタリーランク受けてきたのと同じ通り、ゼファーかつ、練習なしでぶつけ本番でとりあえずやると。じゃあこちら早速受けていきましょうか。前回のマスタリーランク30はパソシストっていうね、ブーメランでクリアしたんですけど、今回ね、どういう内容かもわからないので、とりあえずストロファとかなんかその辺の、まあいつも俺が使ってるみたいな安定してる武器を持ってきてるんですけれども、ちょっと緊張の方が上回って、どういうことになるかわかんない。うわ、なんか最初の頃思い出す。あらゆる武器を使いこなす。プライマリー武器だけを使って倒してください。あー、なるほどね。これ初めての時と一緒じゃん。で、レベルが100とかなのかな。やっぱな、レベルが高えのか。ちょっと待って、それはね、ちょっとマジ無理。これはゼファー案件じゃないっす。これ、一回死んだんだね、俺。これはね、ゼファー案件じゃないしね、プリズマグリーンロック案件じゃない。なんか死体が残ってんだけど。ちょっと待って、距離を取っていけばなんとかいける。やばい、ちょっと待って。いや、マジ無理。これはね、ゼファー案件じゃない。試みを使いながら行くしかない。これ練習してたら絶対受かってるやつだもん。そうそうそう。オッケー。あー、やばい。こんなのさ、こんなのファンタズマ案件でしょ。いや、時間が足りないっす、俺。時間がない。明日だな。これは明日の案件だな。いやー、ごめん。いやー、マジ無理。いやー、無理でした。これはね、ぶっつけ本番でやるもんじゃないね。まあ、次の敵がどんなの出てくるか分かんないからあれだけど、ちょっと練習するんでね、この後はね。うん。まあ、じゃあちょっと次の日に行きますか。未来に飛ぶか。未来で待ってるからね。さて、2日目でございます。絶対クリアするマンできました。クバーオグリスを持ってきて、範囲的に始末してやろうっていう、そういう感じです。まあ練習もね、終わっているんですけれども、まあビルドもね、後で乗せようかなと思いますけれども、ナパームもね、残るので、しかも毒ダメージで、持続ダメージ付きで範囲的に攻撃をすると。で、ヘルスとシールドも持っているので、まあ、よっぽどの運が悪くない限りは、集中攻撃ね、受けるとか、相手の場所が悪かったなーって、なんない限りは、まあ大丈夫でしょう、というところですね。まあ、場合によってはね、試み1回消費ぐらいが妥当かなと、9大点かなって思いますね。こういうリロード感に、敵のいる場所が悪くて射撃攻撃食らいますとかで、ノックダウンしない状態で来ているので、いや、この状態がすごい嫌だ。ノックダウンしてその間に自分がダメージ受けますとかはないですね。うん、あ、死んだの受けますとかはないですね。うん、あ、死んだのマジか。試み消費した。あー、こいつか。オプリコのやつか。なるほどね。いや、こういうやつね、結構苦手なんだよね。そう、あれ、なんか動きが遅いな。さっきまでガウス使ってたからな、俺、これ。試験やる前。そのせいだな。オッケー。まあ、試み一回消費してるんで、ちょっとその辺気をつけていこう。超楽。なんでこれ残るんだろうね。で、サンウェーブが最高みたいだね。うん、このやつは。まあ、あんまりね、試みあと2回やるし、とかって思ってやってると、マジで死ぬからね。てか、よく死んだな、俺。さっきシールド削られた？すごいね、そんな減ってたんだ、俺。全然気がつかなかった。見てなかった。敵の位置しか見てなかった。まあ、実際ね、敵突っ込んでってね、地面打つだけでもいいかなっていう風に思ってるんだけど、さすがにそれは汚すぎるから、戦い方が。うん。まあ、結構ね、でも、これは王道のやり方じゃないと思う。でも、俺ちょっと一個疑問なのが、なんでアビリティ使えないんだろうって思う。なんか普通さ、ここまで極めたら、アビリティ駆使してどうこうじゃないって思うんだよね、高レベル帯の戦いって。そもそも実戦でさ、そのプライマリーのみでどうこうってやらないと思う。あ、終わった。おし、オッケー。ちょっと疑問を持ちながらのあれだったけど、まあおそらくその最初のね、マスタリーランク1とかの上位互換のレベルだと
思うんですよね。まあとりあえずこんな絶対クリアするマンで来ましたけれども、レジェンダリー1位になったぜ。またね、2位3となんかテストは受けられるみたいなんですけど、おそらく一応またね、今後もぶっつけ本番でやって、でも次さ、アビリティなしでセカンダリーのみでやってくれてたら、俺もうゼファーっていけんのかっていう気持ちになってくんだけど、なあ、その時はその時はな、またその時になったら考えましょう。今はね、このマスターリーランクレジェンダリー1になったね、喜びを味わいたいと思います。ありがとうございます。わっ、あ、表彰盾ももらえるんだ。へえ。あ、レジェンダリーコアありがとうございます。冒険は伝説そのものです。レジェンダリーランクへ到達したあなたへ、ふさわしい報酬を与えます。ありがとうございます。使いこなせる賞使ったことないけどね、つって。おいそれと使えないけど、もっといっぱい手に入るなら使うけれども、つって。伝説は続くって面白いね。どこまで行くんだろうね。試験を乗り越えることで力を示し、今後の成長にもつながるでしょう。あなたの実績を称える。はい、ありがとうございます。もう完全にプライマリ武器の性能に頼りまくったけどね。それに気づくか気づかないかっていうところで勝負したっていうことにしておこう、今回は。ゼファーで縛るっていうのが決まってるから。だからゼファーで縛んなきゃね、ナイダスとかイナロスとかなんか他のやり方あると思うんだけど、テストやって、ああ、こういうやり方もあったなっていう発見はね、個人的にやっていこうかなと思います。場合によっちゃは動画出します。はい。まあ一応、クバオグリスは育成も終わってるので、モッドは差し放題みたいな感じで、攻撃力持ってますね。で、毒ダメージ発生させたかったので、放射線をわざとこっちで作って、まあ毒で。まあ、コーパス性にはかなり有効な属性かなと思います。で、増強をつけてね、ロケットはナパームを残して 30% のダメージを60秒間爆破範囲の 90% に与えるっていう、みたいな。で、さらに範囲攻撃を持ち合わせるっつって、限られた空間の中で絶対倒すマンになるっていうね、そういう感じです。あとは弾薬ピックアップモッドとかは適当につけてますね。で、まあ一応ゼファーの、ビルドを乗せておこうかなと思うんですけれども、シールドとまあもう本当にヘルス高めで、あとはもうシールドリチャージとかという感じはもうアビリティ使わないことが分かってるんでね。まあ特に大事なのはノックダウン。俺ちょっとまだこれ育成が終わってないんでね、パワードリフトと合わせてって感じだったんですけれども、恥ずかしながら。まあ一応こんな感じですね。まあ場合によっちゃね、敵の精度落としてもいいかなって。オーラモッドが働いてるのであれば、 EMP オーラとかね、そういうの働いてるのであればこれでよかったかなとも思いますけれども、まあこんな感じです。はい、そんな感じで、今回はレジェンダリーランク1に到達したということで、そういう動画でした。ハビニャンスダークのハビニャンスでした。またお会いしましょう。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方は、ぜひ評価ボタンや感想、コメントよろしくお願いいたします。今回はね、俺が初見実況で到達しましたよっていう動画ですけれども、参考になるような動画も出していきますので、チャンネル登録ともよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。